杉村慈平は、菱川諸信とほぼ同じ時期に活躍した、江戸時代の代表的浮世絵師。聖は、小村ともされ、名は正隆。別名、慈平、慈平、杉平、春信など。赤老子、村松秀直の養父旧太夫のいという。住所は、江戸の通遊町とされる。作画期は、遠方旧知年元六十年で、浄瑠璃琴や、浮世像師。 往来物などに挿絵を描いているほか、絵本、絵本、ひが、箇所などを描いており、作画量は諸信に匹敵する。諸信と時代を同じくし、画風はよく似ているが、諸信と比べて柔らかみが見られる。村区間の作品はよく、諸信と間違えられる。署名が入った最初期の作品は、遠方9年観光の絵本、浮世楽遊び及び、 同年9月観光の箇所、百人一種期限集であったといい、諸信に先立って、墨釣り絵本を観光したとも言われ、複数枚からなる組物でない一枚で完結する一枚譲りは、自閉に始まると目される。いずれにしても、浮世絵創世期における重要な絵師である。貴重な肉筆浮世絵、立ち姿美人図には、井上和夫の箱書きがあって、自閉の作品であると否定している。 そこに描写された女性の要望は、通常知られている自閉のものよりも丸みを帯びて、おもながである。なお、陰門不明の主文重核法院一個が押されている。天名から、元禄の頃、墨釣りあるいは、墨釣り必須による、横尾板の春画見物を咲くが、諸信より、丸みのある肉感的な女性像を、遠近を射称した構図に配した力作を多く、残している。また、 同時期に、浄瑠璃に財を成した代々藩の一枚絵を発表しており、いわゆる組物以外における純然たる一枚絵を描いた先駆者であったと言える。上記の絵本など以外に天内四年、絵本、古今公職男、絵本、大和風流絵館を、元六十年に、絵本、古生賠式木絵賞、翌元六十一年に、同、定金往来絵賞を刊行しているほか、 署名入りの漢方は全部で7点あると言われる。電気については全く知られておらず、系統、生物年月ピなど一切不明で、また現存する作品も少ない。そのほとんどが楽観の書き記されていないものである。ただし、女性の衣装の模様などに、次あるいは、次村、次平という文字が隠し楽観として入っている場合は、彼の作品であることがわかりやすい。 洋館ある人物描写が特徴である。葬式部内市、死姉舞が重要美術品になっている。作品に見立て上瑠璃十二段など、ありがとうございます。